ナイアガラフォールズ、ナイアガラフォールズ、A、ナイアガラフォールズは、アメリカ合衆国ニューヨーク州ナイアガラ郡にある市。2010年の国勢調査によると、市の人口は5193人であり、前回の2000年国勢調査からは、約1 0減少した。ナイアガラ川を隔てて対岸に、カナダ、オンタリオ州のナイアガラフォールズ市があり、どちらも、ナイアガラの滝にちなんだ名前である。 バッファローイコールナイアガラフォールズ都市圏に属している。ナイアガラフォールズ市は1892年3月17日に市政が敷かれた。ローズウェル・エルフラワー知事が市に昇格する法律に署名した。直居委員会の一員でニューヨーク州議会議員、さらにもっと重要なことはアイルランド系アメリカ人2世であるトマス・ヴィンセント・ウェルチが法案の署名の場に立ち会い、 セントパトリックスレーにフラワー知事に署名させる責任者であった。歴史的にナイアガラホールズ氏は滝水の落ちるエネルギーを電力に変える工場の周りに作られた。現在の中心街はアメリカ滝、カナダ滝及びブライダルベール滝を間近に見ることのできるナイアガラホールズ州立公園を取り囲んでいる。ヨーロッパ人のこの地域への移民は17世紀の 伝道師と探検家によるものが初めであった。この新山社の流入はすでに敵対的であった。先住民族を毛皮交易のための競争で戦闘状態に変えることになった。19世紀の終わりまでにナイアガラホールズ市は少なからずナイアガラ側の急流が提供する巨大な電力のために重工業地帯となった。町は現在でも比較的強い産業基盤を有しているが、 観光客が訪れるような場所からは離れている。近隣のラブキャナルは1978年にアメリカ合衆国大統領ジミー・カーターがそこで緊急事態を宣言し数百の住民が移住した時に国中のメディアの注目を浴びた。1920年に始まってこの地域は科学産業廃棄物、後に毒性産業廃棄物の埋め立て地に使われてきた後に 住宅地域として開発されることになった。住民、家族、地域社会などをはだしく独性物質に汚染された地域から守るためのスーパーファンド法は、ラブキャナルの状況に対応して1980年に法制化された。カナダ側の双子都市オンタリオ州のナイアガラホールズ市は1990年代に、大々的に観光産業に力を入れ、カジノや高層ホテルを許可して、 カナダのラスベガスと言われるようになったのに対し、ニューヨーク州のナヤガラホールズ市は商売っ気がなく、より自然の外観を残している。しかし2004年に先住民族のセネ家族が元ナヤガラホールズ会議市民会館にセネカナヤガラジノを開館し、これによって市の中心部に先住民族の独立した領土を打ち立てた。 ナイアガラフォールズ市の経済はもともと滝そのものの周り、あるいは少なくとも大量の落水によって生み出される電力に基盤があった。この安価で豊富なエネルギー源は工業地帯の急速な立ち上げの影の推進力であった。19世紀の終わり頃、イタリアやポーランドなどのヨーロッパ諸国から多くの移民がこの地域のオクシデンタルなどの会社に所有される科学、 鉄鋼など製造業の工場で働くために移住してきた。ナイアガラフォールズ市の重要性は20世紀後半にいくつかの理由で減少した。おそらく最も影響の大きかったのは腐敗した政府、アメリカの他の地域に比較してブルーカラー労働者の高賃金、組合の強さ及び高い税金であった。以前は ナアガラホールズで安価に生産された製品が他のどこでももっと安く生産されている。もう一つの大きな理由は当時の国家的減少であった郊外への移動であった。市内には最高時に10万人以上の人口があったが工場が閉鎖され人々が雇用機会を求めて南部や西部に移住するにつれ人口がほぼ半分になった。しかし、 ナイアガラフォールズ市とナイアガラ郡の残りの地域にとって新たな経済繁栄の時代がゆっくりと訪れている。地域や州の政府はナイアガラ地域がもともと持っている物理的及び文化的な点を活かそうとし始めた。すなわちナイアガラ渓谷、急成長するワインの道、歴史的景観、そしてもちろんナイアガラの滝そのものである。町の過去の産業から離れて、 より持続可能な観光業に基づく経済に移行することは近年死を生き返らせつつある。2001年遅くニューヨーク州は州の経済開発機関であるウサニアガらデベロップメントコーポレーションを立ち上げ特にナイアガーフォールズ市中心街の開発促進に焦点を当てている。ナイアガーフォールズの現在の開発戦略は中心街の空き家になっていたり 十分に活用されていない建物を再活性化するために実際の経済効果を伴う注目を浴びる促進プロジェクトのような実用なやり方に焦点を当てている2005年に開館した新しいナイアガーホールズ会議場再開発されたユナイテッドオフィスビルミストの新しい劇場元ホリディーインセレクトを再開発ししでは初めてのスターバックスコーヒーを含むいくつかの レストランのあるシンクラウンプラザリゾート、ナイアガラ航空博物館や計画中のナイアガラタイセンターなどのアトラクション、及びもちろんセネカナイアガラカジノ、これらはナイアガラホールズを主要な目的地に再度配置する試みである。ナイアガラホールズには年間800から1、レ0レレレレレ人の観光客が訪れ、アメリカ合衆国の観光地のトップ10の一つと考えられている。 ナイアガラホールズ氏はに位置するアメリカ合衆国とカナダの国境にも接しているアメリカ合衆国統計局によるとナイアガラホールズ氏は総面積43.5 kmh16.8 ミであるうち36.4 kmh14.1 ミが陸地で7.1 kmh2.8 ミが水域である 総面積の16.37%が水域となっている。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。基礎データ、人種別人口構成、年齢別人口構成、世帯と家族、体世帯数、収入と家計。ナイアガラホールズ市では、週刊のナイアガラホールズリポーターと日刊のナイアガラガゼットの2紙が発行されている。 アムトラックの825デポアベニューにあるアムトラックのナイアガラフォールズ駅に停車する列車は下記の通り、住民はナイアガラフォールズ市学区の中に組み込まれている。ラサール高校が1990年代遅くに閉鎖され、新しくナイアガラフォールズ高校が開校した。この新しい高校はラサール高校と元ナイアガラフォールズ高校を合併させたものである。 パインアベニューとポーテージ道路にある元ナイアガラフォールズ高校の建物は芸術文化センターとな。ナイアガラ大学も近くにある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。